子どもたちの熱中症予防に役立ててもらおうと住宅製品の製造販売などを手掛ける東京都の企業が今日田辺市の保育所に外付けの日よきを寄贈しました今日田辺市の私立稲荷保育所では贈呈式が行われ東京都に本社を置く株式会社リクシル LHT 大阪支社の栄徳秀次支社長から田辺市の 木村テルマサ副市長に外付けけの日よけスタイルシェードの目録が手渡されましたリクシルでは二酸化炭素の削減と園児の熱中症予防を目指し冷暖房のエネルギー消費を抑えられる断熱窓などの売り上げの一部を活用し全国の保育所や幼稚園にスタイルシェードを寄贈していて県内では稲荷保育所が4か所目となります。徳社長は 今後も二酸化炭素を減らす活動とともに園児の明るい未来のために頑張りたいと話していました。